皆さんこんにちは、不定期アイドルプリンセスオブデスのオレンジ担当花咲未来です。今日は懐かしいあれを使った企画をやっていこうと思います。その懐かしいあれというのはですね、こちらです。じゃん、折り紙。私はですね、もう本当に手先が不器用なんですけれども、今回はですね、アジサイの花くす玉っていうのを参考動画を見ながらですね、できるだけ忠実に、そして綺麗に折っていきますので、私の四苦八苦している姿をぜひお楽しみいただけたらなと思います。それでは早速やっていきましょう。レッツチャレンジ。はい、それでは早速やっていこうと思います。まず2種類あるので大きさが違うので、ちょっとだけ出してどっちがいいか選びます。うわ、めっちゃいっぱい色がある。すごい。おいしょ。いや、もうこれ以上、これごと出そう。すごいすごい、とってもいっぱい色があるよ。ほらほら、あ、いいね。こっちにしようかな。じゃあこっちを使うことにします。それでは色選びですね。どのくらい使うかわかんないので、とりあえずちょっと片っ端から出していきます。ピンクマスも可愛いけど。はい、それでは早速やっていこうと思います。まず折り線をつけていきました。そして反対側も、でこうして折り線ができたら、このここに折って、座布団折り、座布団折りっていうのって、座布団折りをやっていきます。で裏返して、ここね、よし。あー、なるほど、ここを半分に折るんや。こうこう、うん、難しいな。よいしょ。いや、ほんとこういうのねしよったらね、お母さん思い出すわ。なんかね、お母さんすっごいね器用なんですよ。めっちゃ器用で、こういうなんか折り紙とかもすごいいつもなんか器用に綺麗に作りよったな。いろいろこうやって作ってた。鶴とかね、よくね一緒に折りよったね。できた。これで半分に折って、あ、折り目をつけるのね。はい。あ、ここを浮かせるってこと。これを、あ、こっちか。こうして、あー、できた。形を整えます。こんな感じ。イエイ。なんかこれさ、あ、できてなかった。パックンチョみたいな、なんかやった時となんか似とる形が。でここをこうやって、なんかこうやって折るんやって。できた。こんな感じかな。中心の花も同じように。よし、
裏面にして、あ、次は裏で座布団なんだ。へえ。で、裏返して、これでいいんだ。2つ目完成。中心部ジョイントっていうのを作っていきます。座布団折り、ちょっとずつ慣れてきたかもしれん。同じ作業だからちょっとずつ慣れてきたかもしれん。これね、はいはいはい、できた。ここを開けて、ここにこれを入れるの。感じかな。できた。花を30個、ジョイントを8個ということなので、ひたすら作っていこうと思います。ここがですね、花弁で、中心部分ジョイントっていうのにくくられます。で、こっから組み立てていきます。やっと残さここまで来ました。本当に努力の賜物と言っていいほどのことです。これは、はい、組み立てます。これをこうなんだ。あ、こういうことね。はいはい。あ、これでいいの。やってることはわかる。わかるけど、重さが耐えられる問題かっていう話。耐えられるか問題。あ、でも待って、どうしようかな。ちょっと今回カラフルにしたいのでね。いや、これに白にしよう。で、いけるかな。一旦これで一セット、はい、これを続けていくよ。じゃあこれをこれ、あ、はい、これをこうして、
で、ここの端っこに、とりあえずですね、このジョイントがこう三角形になってるので3つこの花びらたちを組み合わせるんですけど、真ん中に1つとこの2つってこう接してるところをこのジョイントでつないでいきます。ということでですね、2つ足りなかったということで最初諦めかけたんですけれども、スタッフさんも手伝ってくれて、なんと2つ急遽作りました。もうね、色がね、もうごちゃごちゃなんですけれども、もう完成させるものに意味があるの でこれでやっていこうと思います。よし、そしたらですね、これも正方形みたいになるようなんですね。なので今こんな感じなので、次ここにジョイントをつけます。あ、これとこれか。では続きまして、こことここピンクピンクのところをジョイントね。そしたら次ここにジョイントをつけます。で、だからこっちか。じゃあジョイント最後これですね、こっち側につけます。じゃあジョイントももう全部つけ終わったので、次はこの2つこのジョイントに差し込んでいきます。でこれをここにこれもね入れるの。よし、そうするとよ、最初のやつがこう3つのやつができるじゃないですか。でここからこの角をつなげていくっていう作業になります。ここでしょ。本当はね、こういうセロハンテープなんて使わないやつなんですよ。で、なんでこれ使ってるかっていうと、本当は折り紙ね、サイズが 7.5cm×7.5cm のものを使うとこのくらいの大きさのね、くざもができる予定だったんですけど、なんとこれ 17.5cm×17.5cm なので、重みでどうしても支えられないので、セロハンテープを裏につけてます。で、この作業が
この丸まっていくことにつれてできにくくなるという。で、こうして、次こっちや、ここや、これをよし、残り1面ですよ。できる、なんとかなりましたよ。本当にどうなることかと思いましたが、よかった、嬉しい。ということで完成しました。あ、崩れちゃった、よいしょ。こんな感じです。じゃーん、じゃーん、どうですか、こんな感じ。一旦こんな感じで置いとこう。はい、ということで、いかがでしたでしょうか。もうね、何あり何あり何ありみたいな、谷の谷の谷底ですよ、本当に。もう、私の撮影現場では、いつもハプニングがね、何かしら起きるんですよ。で、今回はそのハプニングがね、すっごいでかすぎた。もうなんと、これがもう、なんということ。崩れちゃうっていう。重さで潰れちゃうんですけども、なんとか完成いたしました。はい、ということで今回はこの動画終わろうと思います。最後まで動画見てくださって本当にありがとうございます。ということで、また次回も見てくれると嬉しいです。またねー。